人将軍の指導者で、貫ね正治運動でも活躍した。字は、エビス馬、常語。号は、の馬。湖北方言学堂を卒業後、日本に留学して、陸軍士官学校法陛下第六期で学ぶ。この留学期間中に、中国同盟会に加入した。1909年帰国し、サイツバが主幹する。 高生陸軍幹部学校に戦利、新兵の訓練を担当した。侵害革命が勃発すると、厚生省の新軍を率い、古北と特例元広氏から、左翼軍司令に任命された。1912年、南京の中華民国臨時政府から、陸軍第八市、第十六旅旅町に任命される。間もなく、湖南陸軍第一旅旅町となった。 1913年7月の二次革命では、革命派として、将軍を率いて放棄したが、失敗して逮捕され、懲役10年の刑を言い渡された。1915年、遠征外から特赦により釈放されている。遠征外死後の1916年、コナン陸軍第一支支長として復帰した。以後、超皇敵は、コ南の軍政界で次第に台頭していく。 そして、1920年11月、コナン特軍丹生部を追い落とす形で、長が公認のコナン特軍権将軍総司令となった。さらに長は、当時公用していた、連勝自治や、敗徳再兵の運動に向応する形で、湖南省の自治を宣言している。1921年には、湖南省憲法を制定した。 6月20日、両校巡越し、大占い元支配に不満を持っていた、小作品の要請を受け、二個軍からなる、遠楽自治軍を成立、総司令に就任し小北省への進出を開始した。湖北自治政府、湖北自治軍成立後の7月30日、大、占い元への総攻撃を開始。31日、調理橋を、8月5日、通り城を占領。 翌6日、大占い元をゲ野に追い込んだ。しかし、王を見捨てた総根と、ご配布は、河南省の省洋南の第2号市、雲三佐後の第8根生旅を観光に派兵し介入。町は12日に、両古順越氏として、観光入りした、ご配布と交渉を行っていたが、暮は和議を唱えつつ5万人の増援を、古北入りさせていた。 8月16日、東昇は、決裂、19日から3日にわたるなぎさし戦闘で、敗退、28日に、湖南省に入り込まれ、竹州を占領される。9月1日、観光の英国領事館の仲裁で、ご配布と九条からなる竹州休戦条約を結んだ。1922年には、将軍総司令の地位を取り消し、民戦省庁として、 湖南省を統治した。しかしその後も、張公敵と、丹野部は、抗争を続けている。これには、北京政府のご配布や港政府の孫文も関与して、極めて複雑な混戦となった。それでも1923年11月に、呉の支援を受けた張は、丹の構成をしのぎ、引き続き小南の統治権を確保する。 しかし、1926年3月、中国国民党と結んだ、党政地に敗北して、コナンただ主弁を辞任した。その後、超公敵は引退状態にあったが、日中戦争勃発後の1937年から、政界に復帰した。1939年4月から湖南省、臨時参議会議長を務めた。1949年、 台湾に逃れ、総統府国策顧問、総統府市政を務めた。1971年11月23日、台北で病没。去年92。ありがとうございます。